ウェディングコンベンションボリューム2最終告知の動画となります。どういうこと、波についていけないということで、はい、今回ですね、ご協賛いただいた商品や、企業様の紹介など注意事項などいろいろご報告がございますので、はい、しっかり動画を見てね。それではですね、ご協賛いただいた各位のご紹介をさせていただきたいと思います。順番はですね、協賛いただいた順でご紹介させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。株式会社 R システム様、 NJP 様、シーボンズ様、高橋商店様、デュエル様、ゴメクサス様、福島様、テルの釣り日記様、居酒屋こだま様、前屋様、火薬工事さん様、木陰様、漁船販売玉屋様、田崎健壮様、橋本様、久本様、ライトゲーム優雅様、ご協賛誠にありがとうございます。そしてですね、今回抽選会を行いたいと思っております。はい、はい、抽選会はですね、大喜利など、そう、皆さんが喜びそうな我々しかできないようなね、喜びそうなコンテンツを用意しております。ぜひとも来てください。それとですね、シルクスクリーンといいまして、ウェアにリルレのデザインのプリントをできると、まあ、それもですね、自分で選んで好きなデザインをここにとか、ここにとか、自分一つの、ウェアができますので、いいじゃない、皆さんぜひとも抽選会場にお越しください。はい、お願いします、はい、お願いします。続いて、注意事項、はい、はい、ミニーダ先生から。まあ、前回同様ですね、調校の際に、ゴミを拾ってきてください。使っていただきたい袋が長崎市の、大の45リッターの赤い袋を使ってください。燃えるゴミと燃えないゴミはこの同じ袋でいいので分別をしてから持ってきてください。はい、はい、燃えないゴミだから青の袋じゃなくてこの赤でいいです。はい、この袋でお願いします。県外から来られる方はですね、何でもいいです、なんか袋に入れてきてください。続きまして、まだまだ注意事項がございます。はい、北の四角からお願いします。はい、大事なやつですね、一番。はい、そうですよ。はい、これ検量するときに一番大事なんで、よく聞いとけよお前らな。大会コードの詳細ですよ。はい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 、大会コードはですね、大会開始時刻に大会ホームページとリルレの SNS で発信します。はい、そうですね、はい、イカを釣ったときにそのコードを載せて写真を撮ってください。それがないと検量のときにあれしますか。ダメです。お前ダメ、そうするだろお前。秘宝なんですけど、今回皆さん、はい、検量後にジョンがいます。はい。あと細かい注意事項、ホームページに記載してますんで、はい、ちょっとわからないなという方は再度ホームページ確認してください。はい、県外からね、お越しになる方ね、多いんですよ今回。うーん、なんでね、お越しの際は十分お気をつけてお越しください。はい、ちょっとまあ短い、大会、最終準備告知ということで、はい、動画を撮らせていただきました。はい、それでは最後。もう待ってるじゃん。やっとさん、もう始まりますね、ヘキング大会が。前回以上のね、景品をご用意してお待ちしておりますので、ねえ、父さん。そうだぞ、そうだそうだ、みんな一生懸命頑張るぞ。やるばい、天下宣言。